イエス、ショータイム。二等兵の友人やね。キー隊長です。隊長でございます。はい、まだ慣れてなくて。すいません。時事談志。時事談志。はい。今は2020年の8月29日、うん、土曜日です。うん、で今週の、うん25日から、うん大村秀明愛知県知事のリコールが始まりましたと、うん、でそうしたところ昨日が8月28日、うん、電撃の安倍首相の辞任というのを受け、うん、やばいと、うん、あの不安が、うん、ついつい不安が頭をもたげる方なので、うん、これ来たぞと、うん、来たというのはあの一気に赤の方に進むぞって思ってしまったのはいろいろ理由があって、うんうん、これまあ僕の妄想なのか、うんうん、心配ないよって話なのか、うん、どうなのかをちょっとあの聞いてもらいたくて、うんはいはい聞いてもらったの視聴者にも聞いてもらったあそう 聞いてくださいとはい、はい、僕の不安を聞いてくださいと、うんうん、まず愛知県、うんで焦点となっているのは、うん、天皇の肖像画を燃やしたっていうのを芸術として公共の場所であげて、うん、全部それは税金だよっていうこの税金の使い道をその反日プロパガンダに当てているっていう件で今このリコール運動が進んでいます。でこのまあ反日プロパガンダに税金を払ってる、うん、払おうとしている、うん、問題だ、うん、っていうのが一つ、うん、でこのこれを今邪魔しようとしている人がいる、うん、たくさん、うん、たくさんあの個人情報がバレますよって言ったり、うんうん、不安を煽ってやめさせようとしたり行かせないようにしたり、うん、っていう人もいる、うんうん、一方北海道では、うん、あの北海道1000万人計画っていうのが株式会社北海道チャイナワークの代表によって提唱されていますと。でも今そもそも北海道の中の静岡県分の面積は中国の人が所有している。結構な面積、結構な面積で、そこに北海道の半分ぐらいの人口が中国の人になるっていうのが未来的に起こるかもしれない。中国ですねそれ。そうですねっていう状況で、うん、中国って共産党、うん、共産主義、うん、要はそのみんな平等、うん、みんな平等だよ、みんな平等って言ってるだけそこなんです。あの、うん、特権階級はいるんです、うんうん、要はこの人たちのコントロールのもと、うんうん、お前らは俺たちのコントロールに従えっていうのがその共産党の共産主義ですねと、うんうん、共産主義自体はそうじゃないかもしれないですよね本当は。あ、理想的にはそうなんですけど中国共産党はそんな感じです、ね、ところだし、その要は社会主義から共産党なんですけど、今社会主義国がどんどん少なくなっている、うんうんうん、っていうのはその社会主義っていうのに、うんうん、要はほころびがあったから、うんうん、うまくいかないねっていうので、うんうん、みんなその資本主義を入れていくわけじゃないですか、うんうん、そのうまくいかないものが、うんうん、その誤った形で進んでいるのが、うんうん、アメリカだったりするのかなって思うんですね、うんうん、各地でいろんなところで暴動が起きて、うんうん、自治を認めろみたいな、警察いらないみたいな話になって、でそこでなんか黒人をの権利をって言ってるのに困ってるのはその黒人みたいな状況がアメリカで起きているっていうのが、あ、なんか北海道でもね、そんなことが起こっていて、あ、愛知もそれだって、で、うん、でこれ妄想なんですよね、はいはい、各大阪、うん、東京でも中華街っていうのができようとしている、うんうん、要はどんどんそのいろんな都市で、うん、その中国の方が増えようとしている、うんうん、これってなんだと、うん、あのアメリカでは、うん、TikTok、うんうん、
が、まあ、バイトダンスっていう中国の会社が運営しているので、うんうん、TikTok 禁止ですってなります、うん、なろうとしている、うんうん、マイクロソフトに買収しろって言ってますね。そうですよね。で、インドでもそれが進んでいる、うんうん、要はその中国危ないよね、個人情報を、あ、国民の個人情報が全部吸い出されてるみたいな話ですよね、はい、で、それを警戒してアメリカ、インドでそういう動きになっている、うんうん、にもかかわらず、うん、今日本のニュースを見ると、うん、あの例えば特ダネとかでね、うん、いや TikTok はねみたいなのをやってるんですよ、うんうん、TBS でもなんか TikTok ではなんかタクシー会社のドライバーがこんな動画を上げていますみたいな、うんうん、ね、こんなおじさんが楽しそうに踊っていいですねみたいなのを朝のニュースで延々とやってるんですよ、うんうん、これフジテレビが TikTok を押すのは、そのバイトダンスっていう中国の会社と提携しているから、うんうん、要はフジテレビで作った動画コンテンツを中国で流すと何十億が見てくれてお金がフジテレビに入るっていうこの流れ、なんかその戦争の形が変わってきていて、なんか柔らかにね、この経済戦争、そう、なんか戦う戦わずして、なんかこの日本っていう領土がね赤くなろうとしていると、まあこの資本主義で資本力の戦いなんで、そうなるって感じですよね。でこれをなんかその止めてくれよと、で今その我々ってね、なんかあの、うん、他の動画でアドラーの動画とか上げてるじゃないですか、うん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 、でアドラーが提唱しているのは、うん、その共同体感覚だと、うんうん、その共同体感覚っていうのは、人は人、うん、自分は自分っていうこの形のままで、うん、その一体となる、一体となるみたいな、うんうんうん、この形、うん、なのでその今の日本っていう形が保たれたままで中国が発展する、うん、それはどうぞどうぞなんですよ、うんうんうん、ただこっちに入ってくるななんです、ね、僕が思うのは、うんうん、こっちに入ってくんなよと。その中国がちょっと怖いからっていうのはあるじゃないですか。僕は怖いです。僕も怖いです。あのウイグルでやってること、うん、要は民族浄化ですよ、うん、いなくなさせようとしている。あれがまともな国っていうとまた違うかもしれないですけど、はい、まあ、まともな国だったらそんなに反応はないかもしれないですよね。そうですね。そうそう。で要は中国だからなんですよ、はい、で要はモンゴルでは、うん、もう内モンゴルではもう元々あった言葉が禁止、もう北京語ですと、うん、公用語は北京語ですと、うんうん、っていうことが行われている、うん、じゃあそれが進むとね、うん、日本語もなくなんじゃないかとか、その、うん、そう、だからあれです、資本主義は、まあ、止められないと思うんですよね。あの、中国人が土地を買うとかっていうのは、なかなか止めにくい部分がある。なるほど。それはもうなんか、もう半分ごっくんです。はい。で、まあ、それは止められない部分があるとしても、はい、ただこの有事の際には没収することも国はできるんですよね。個人の土地。なるほど。なので、政府がしっかりしてれば、最悪食い止められる。そこで安倍さんがいなくなっちゃったんですよ。そう。で、ささやかれるのは、うんうん、まあ、自民とは、自民の中で、うん、その、親中派と言われる人が、うんうん、次の首相をね、みたいな話がニュースで出てくるんですよ。うん、まあ、それも、その、まあ、そういったね、うん、今のメディアって、うん、そっち側じゃないです。みんな、うん、そっちとかこっちとかごめんなさいね。そっち側のメディアなので、そう言ってるかもしれないんですけど、うんうん、あ、そっち側のメディアなので、はい、そうさせるために、うん、ただこれをね、うん、あの皆さんが知っててそうならいいんです、うんうん、知ってるよと、お前たちのやり口知ってるよ、うんうん、ってしながら見てるならいいんですけど、うん、これ届いてるのかなと、うん、例えば大学各地、大学の中に今孔子学院っていうのが作られてるんです、うんうん、これはその中国文化の教育や宣伝を目的としたものなんですが、それは中国がお金を出して各地の大学にそれを作っている。そうするとまあ大学としてはお金ももらえるし、学部が増えるから生徒も増えるみたいなのが、例えばその早稲田、立命館、愛知大学、岡山商科大学、
関西外語大学とか、うん、まあ、いろんなところで、うん、そのできてる、うんうんうん、プロパガンダ機関が、うん、いや俺知ってるよならいいんですけど、うんうん、なんかその柔らかにね、うん、徐々にその赤くなろうとしてるのを、うんうんうん、の止める試金石が今愛知だって今勝手に使命感をリコール問題リコール問題、まあ、でもやっぱりその愛知県だったら愛知県知事じゃないですか、はい、がしっかりしないといけないっていう部分ですよね。で、うん、まあ、あのいろんな思想があるよねって言われると、うん、あのまあ、公平ですならいいんです、うんうん、あこっちの意見もあるよね、うんうん、あ君たちの意見もわかるよ、うんうん、っていう雰囲気ならそうそうそう、まあまあ、うん、いいんですけど、そう偏るからってところですよね。そうで今ダダダダダダって今、うんうん、その偏っているように、うんうん、これもう不安不安って、そうだからそのリコールの元になっているトリエンナーレ、はい、天皇陛下の、まあ、昭和天皇の肖像画を燃やして踏みにじるっていう動画、うん、でそれはすごい、それはできちゃうわけじゃないですか、やっちゃうわけじゃないですか。で、はい、公平だってするんだったらなんかイヤホン像を叩き割った、あそうそれだとまあ、 あ公平だねって思うんですよ僕も。そうだけどこっちは絶対やらないですよね。絶対やらない、うん、あの例えば北の一番偉い人のやつを燃やして横で燃やしたら、うん、まあ、芸術だねってそれはありかもって、そう、まあ、両方あるから、うん、あまあ、そういう芸術もあるんだって認める気持ちにはなりますけど、はい、だけどこっちの例えばそういうのはやらないわけじゃないですか、はい、そう、そうなのでなんか朝鮮とか中国とか、はい、そっち側ばっかり忖度して県民に忖度しない、そう、それが腹立ちますよね。そうそう、でも日本人に、まあ、こう税金払ってるのも日本人じゃないですか、はいはい、で住んでるのも日本人じゃないですか、はい、で日本人のことを考えずにその他国のことばっかり考えてる本それ本それなんですよ。そうっていうのが始まろうとしていて、で 今それがあのいろんな人から邪魔をされてるんですけど、その邪魔をしている人たちも、うん、なんかそのなんて言うんだろう、みんな同じなんですよね、うんうん、要はあのいやそっちの言い分も分かるよっていう人が一人もいないんですよ、うん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 、なんかあのいや確かに天皇の肖像画を燃やすのは良くないよね、うん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 、でもっていう人がいるならね、うんうんうん、ああなんかまあ話が通じるんだなって思うんですけど、みんな違うんですよ、うん、みんな反日だ反日だっていう同じ顔をしてるんですね、うんうん、そうそう気持ち悪いんですよ、ね、そう気持ち反論がそうなんか反を押したようにね、なんかマニュアルがあるかのように反論が来て、うんうんうん、で高須委員長はなんていうんだろう、ちゃんと、うん、その反論してくる人でも、うん、いや僕は、うん、リコールする問題ではないと思いますけど、うんうん、みたいなことだと、うん、意見を尊重する、うんうんうん、なんかこれは正しいと思うんです、これ、まあ、正しい正しいですよね、うん、だからなんかその今これは試されているって僕は今、うん、ここが試金石やって、うん、リコールも、まあ、権利じゃないですか、はい、なのでしたい人はしたらいい、あ、まあ、なるほどそうですね、うん、はい、でしたくない人はしなければいいって話じゃないですか。そうでも、うん、それがまだしたくない人はしなきゃいい、うん、したい人はすればいい、うん、をするためのっていう話ですよね、この今のリコール活動は、うんうんうん、それすらもできないから、うんうん、それをさせてくれっていう話を今してるんですよね、うんうん、住民投票、うん、はい、なのでその場を作らないように工作員的な動きじゃないですかそう、そうって見えちゃいますよね。そうそうそう、はい、なので反対するなら反対するでいいんですよ、まあ僕はね、はいはいはい、そう、あ僕も別に反対するなら、うん、ただなんかそのこっちの言い分も分かる、うん、けどねならいいんですよ、うん、発展的な感じ、うんうん、あのそう、あの僕的には反対するならいいんだけど、はい、妨害してくるじゃないですかああはいはいはい、そうあれがなんか気持ち悪いんですよ。例えば署名すると署名した人たちはこう個人情報漏れるよみたいな、はい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 、すごいねみたいな
私持ってますよ持ってますよってやるわけじゃないですか。そう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 、そういうの、そういう妨害工作がちょっとそっち側の人たち気持ち悪いな、はい、で、うん、僕もねこれ恥ずかしいこと言いますけど、うん、いや動画を上げるときに、うん、じゃああなたたち、あなたたちがやったことをやりましょうかって言って、うん、初めここにお墓を書いてですね、うんうん、あの誰かの名前を書いてでやろうとしたんですけども、うんうん、これさすがにね、うんうん、なんて言うんでしょう、あのこれは気持ち悪いって僕は思ったんです、うんうん、やる前に、うんうん、これ気持ち悪いなって、うん、みんな僕が言うみんななんですけど、うん、みんなそうやって思うだろう、うん、こういうことやるのは気持ち悪いって思うだろうって思うんですけど、うん、やれちゃう人がいるんですよね、そういうのを、うんうんうん、あそれなんかちょっと話が通じないと思って、うん、っていうのを芸術って言っちゃう人がいるし、うんうんうん、それに税金を使う人がいるし、うんうん、それをやめさせようってしてる時に妨害する人がいる、そうそうそう、だからそっちに誘導してるようにしか見えないんですよね、なんていうか、そうっていうのが今のこの愛知県で始まっています、うんうん、はい、どうですか、なんか僕だけの妄想なんですかねこれは。まあなので、まあ、僕もそういう不安はあります、多少でもありますよ、楽観的な体調でも、そう、まあ大丈夫だよ中国来てもとは思ってない、そうそう、まあそういうのが本当かどうかは分かんないっていうのは持ちながら、はい、やっぱりこう締めるとこは、まあ政府が赤く染まったらもう終わりですよ終わりなんですよもうそう、それでいくともうね、県知事とかはちゃんとした、ちゃんとこう市民、市民というか県民の話を聞いてくれるような、はい、そうですね、人でないといけないかなっていう、中国の意見を聞くんじゃなくて、あの名前言えちゃうのはすごいと思います大丈夫ですよ、まあ僕たちはもう行けないですけどね、うんうんうん、中国なら中国には行けない、うん、あの捕まっちゃうからもう、うん、香港はもう危ない、ダメですよ、危ない、もう海外行くときに経由で香港に降りるのも危ないと言われています、うん、香港は良かったんだねって、こうなる前は香港は結構すごい活気があって、はい、何回か行きましたけど、あ、そうなんですか、そうそう、あ、こうなる前ですよ、あ、もちろんもちろん、デモとか起きる前、はい、10年前ぐらい、もうちょっと前、10年前ぐらい、はいはいはい、ま、だこう街もすごい活気があってすっごい楽しかったですよ、でもまあもう、うん、ないですからね、それは。もうそう。いや、自由がない。自由がない。で、まあ、思うに、最悪ね、これ最悪。うんうん。省になるなら、州にしてくださいと。うんうん。もう本当に。また文句が言える。うん、そう。声は上げられる。うん、はい。もういっそ、Google ぐらいに仕切られたいですなるほど。AI ですね。AI。最適化してくださいと。最適化。中国から守ってください。まあそれは、そうだったらまだ、この言葉も残ってるでしょうし、うんうん、いいです。僕も、あの、最適化されるならいいです。最適化。はい。そう。幸せに最適化してくれれば、はい。はい、弾圧されないように。それが今、はい、愛知県で始まろうとしていますのは妄想でしょうか、うん、はい。すいません。なんか妄想に付き合わせちゃって、はい、すいませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。